出た、はい、おーすごい閉めるときなんかすごい高級感、はい、高級感あります。こんにちは、ユナイテッドトヨタ熊本の稲田でございます。今日はですね、話題のあの車をご紹介したいと思うんですけども、その前に今日はスペシャルゲストをお越しいただいてます。ではご紹介いたします。 Do As Infinity のバン・トミコさんです。どうぞ。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介をじゃお願いします。Do As Infinity ボーカルのバン・トミコです。ユナイテッドトヨタさんとは、おむすびプロジェクトで、はい、そうですね、お米をですね、はい、ありがとうございます。こちらこそ、はい、そのご縁もありまして、バンさんと今日はですね、あの車をご紹介させていただきたいと思います。はい、車はどうですか、興味というのは。車は大好きですよ、はい、大好きですか。なんか時間があれば、はい、いろいろ見てたり、まあ、普段運転もするし、あ、運転も好きで、はい、あのだけどそこまで詳しくはないけ ど、運転も好き、車も好き、はい、なんかもっといろいろ知りたいです。承知いたしました。では今日は詳しくご説明させていただきたいと思います。では、はい、ご紹介参りたいと思います。いきます。はい、今日は話題のあの車をご紹介ということで、早速ですがクラウンスポーツ、こちらをご紹介させていただきたいと思います。バンさん、どうですか、クラウンスポーツ見られてみて、まず率直なご感想をいただければと思うんですけど。かっこいいです。ありがとうございます、うん、クラウンスポーツってありましたっけ。なかったんですよ。なかったんです。今回初めて発表された車に、はい、なります。すごい、新しいデザインと新しい形でですね、うん、発表された車ということになります。はい、おめでとうございます。ありがとうございますこちらはクラウンスポーツの Z グレードというグレードに、はい、なっておりまして、まあ、見られてみてデザインのですね、まあ、ポイントとしましては、まあ、ライトですね、はい、こちらにライトがあるんですけども、まあ、ハンマーヘッドシャーク、うん、サメのご存知ですか、はい、をイメージして作られた顔つきになっております。だからかな、はい、ライトがすごいシャープな、そうですね、いかつい感じの、はい、うん、おっしゃる通り、まあ、はい、まあ、シャープでいかつい本当デザインになってるんですけども、うんうん、まずはここでちょっと問題なんですけど、はいはい、ヘッドライトってどこか分かりますか。ヘッドライトっていうのは、はい、一番メインのね、そうですね、明るいライトですよね、はい、テラスライトになります。はい、これとこれ、そうですね、そう思いますよね。バンさん、実はヘッドライトこちらなんですよ。出た、はい、実はこっち。そうなんですよ。じゃあこっちは何ですか。こっちはですね、ポジションランプとスモールランプ、あとウインカーですね、こちらを併用しているライプになってますので。そうだったの。そうなんですよ、まさかのこっちについてます、まあ、今回デザインをですね、よりかっこよく、まあ、シャープに作り上げるためにヘッドライトを下に設けまして、はい、デザインの邪魔にならないようにですね、設置してあります、はい、では横の方に移りましょうか、はい、じゃあ横から見たデザインなんですけど、やっぱり一番目につくのはホイールじゃないかなと。そうですね、黒いですね、はい、黒いです、うん、そして大きいですね。大きいですよ、大きいです、はい、何インチですか。21インチでございます。21って大きいですね、はい、大きいです、かなり大きいです一般的に大きいと言われるサイズでもう18インチとか19インチなってますんで、そうですね、はい、でこの黒い色も、はい、これ標準装備なんですよ。こちらのクラウンスポーツをご購入いただければ、はい、こちらのホイールが標準でついてまいりますんで、超クール、かっこいいですね、はい、やっぱり存在感が一番際立つようなデザインになっておりますし、こういったアーチもですね、入ることによってより一層タイヤが大きくなるように作り上げられてます。確かに、はい、かっこいいですね、かっこいい、まあ、そしてこちらにプレスですね、流れるようなデザイン入っておりますので、これによって、まあ、車をちょっと長く見せるような印象を持つことができるかなと思います。はい、じゃあ最後リアビューの方に
行きましょうか。後ろが一番やっぱりこだわりのデザインのポイントになってまして、まずはこれトヨタマークがあるんですけど、これもまたちょっとどこにあるかなというような、はい、そうなんですよ、はい、すごくちっちゃく作ってあります、はい、今回このクラウンっていうエンブレムを際立たせるために、はい、ちっちゃくデザインしてありますね、はい、まあ、そしてこのライトですね、はい、横に流れるようについているテールライトになっております、はい、はい、ではバンさん次はクラウンの内装の方を見ていただきたいと思いますので、はい、どうぞこちらご覧ください。なんかすごい高級感、はい、高級感あります。さすがクラウンというような内装かなと思いますので、じゃあ乗り込んでいただいていいですか。どうぞ。お邪魔します。いいっすね。いいっすか。いいっすね。ありがとうございます。ちゃんとこのなんか、はい、しっかり、はい、どうですかシートの質感とか座り心地みたいなのは。座り心地もいいですし、はい、この何ですかレザーの、はい、なんか包み込まれるような肌触りも良くてですね。肌触りもいいです。このちゃんとパイピングも施してあって、入ってますね、はい、丁寧な。わー、今回のクラウンスポーツはですね、まあ、スポーツという名の通り、はい、スポーツシートを採用してありまして、まあ、腰のホールド感だったり、あとは太ももの辺ですね、はい、足のホールド感っていうのを高めてありますので、まあ、例えばカーブとかで体がこうずれそうなのを抑えてくれて、疲れを軽減してくれるというようなシートになっております。はい、はい、電動になってますんで、ハンドルも実は電動で動きます、ね、うわ、おお、めっちゃいい。ありがとうございます。おお、どっか行きたくなる、はい、運転がすごい楽しくなるんじゃないかなっていうのをもう乗ってもらっただけでも想像しやすいかなと思います。うん、ナビも大きい、画面もですね12インチのディスプレイに、はい、なってますんで、目線の移動が少なくて済みますんで、まあ、その分、はい、安全性にも貢献してくれるというところですね。すごい。ハンズフリーパワーバックドアっていう機能がついてまして。何ですか、ハンズフリーパワーバックドアです。パワーバックドア、はい、要はですね、あの自動で後ろのバックドアが動きますよというシステムなんですよ、はい、こちらの鍵を持っていただいて、はい、足をこの辺に1回入れていただいて、はい、引いてもらう動作をしてもらってもいいですか。入れる、はい、おいと、できました。あいた、はい、まあ、このように荷物を持った状態でもあるある、はい、あるある、開けることができますということで、これは助かる、非常に便利な機能だと思います。はい、自動で開いた、閉めるときは直りました。おすごい、閉めるときもセンサーで、すごい、すごい上手ですね。上手でした、はい、したことあります。ないです。ないですか。初めてです。すごい上手でした。すごい、はい、よかったです。これは助かる機能ですね、はい、そうですね、はい、こんな便利な機能もクラウンスポーツはついておりますので、素晴らしい、はい、ありがとうございます。今回は新型クラウンスポーツをトゥーアーズインフィニティのバン・トミコさんと一緒にご紹介させていただきました。ありがとうございました。バンさん、ありがとうございました。どうですか、最後に感想をクラウンスポーツ見ていただいて。いや、貴重な、もう新型の、はい、まだね、世に出る前の、はい、あれやこれや詳しく、はい、ありがとうございました。めっちゃかっこよかったです。よかったです。あれやこれやってすいません詳しく。ぜひ、あの試乗ができるようになったら、はい、バンさんも海までドライブに行っていただけたらと思いますので、はい、皆さんもあの興味があられる方はぜひ UT のお店に遊びにいらしてください。よろしくお願いします。かっこいいです、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。